にちは、ナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。アンケートについてお伺いしたいんですけども、はいはいはい、絶対やってはいけないアンケートってありますか？あるね、ある。ありますか？アンケートって実はマーケティングを始めるときに一番最初に取り組んだ方がいい、はい、いいものだし、はい、簡単に取り組めるものでもあるのよ、はいはいはい、だけど注意点として、はい、やっちゃいけないアンケートっていうのが2つある、はいはい、1つが、まああのまあ、ラーメン屋さんとかにあるような、はい、丸付けするやつね。例えば、はいはい、接客態度はどうでしたか、はい、大変いい、まあまあいい、はいはい、いい、普通、はい、まあまあ悪い、はい、ダメとかね、はい、あれに丸を書いてくださいっていうアンケートは、はい、あれは全く意味がない。一番身近ですごく見るアンケートですけど、そうだね、多分、はい、世の中のアンケートの中で一番目にするアンケートだと思うんだけど、はい、あれは全く意味がないから、はい、あんなアンケートをやるぐらいだったらやらない方がいい。なぜなら、お客さんは、はい、優しい嘘をついてくれるから本当のことが分かんないんだよ、はい、アンケートってお客さん の本音を知りたい部分があるんだよね、はい、それがその優しい嘘で書かれちゃうと、はい、結局分かんないんだよ、はい、で優しい嘘って何ですかって言われたら、はい、お客さんは面と向かってその言えないんだよね。態度悪いなとか思ってても、いざアンケートを書こうと思ったら、はいはい、まあ、普通にするか、はい、まあまあいいとかに書くのよ、はいはいはい、よっぽど嫌な思いをしない限りは、はい、大抵そんな感じだし、嫌な思いしたら多分アンケートすら書かないんだよ、はい、アンケートを書いてくれるっていう時点ですでに好意的な態度だし、はい、でそういう人に対してそのいいとか悪いとかっていうのは書かないんだよね。だって相手が傷ついちゃうから、はい、だから優しい嘘で、はい、まあ、普通とか、はい、まあまあいいとかにしちゃうんだよね、うんうん、で普通の人は大体普通を選ぶのよ、はい、普通に丸するのよ、はい、そんなアンケートを何百枚何千枚と集めても全く意味がない、はい、アンケートってじゃあ何のためにやるんですかって言われたら、はい、広告で使うためだね、はい、営業で使うためなのよ、はい、要は次の新規客を捕まえるためにやるのよ、はい、そのアンケートっていうのを、はい、だからそんなアンケート丸付けのアンケート嘘まみれのアンケートっていうのは基本的には人はお客さんはね、はい、信じないのよ、はい、嘘じゃねとかね、はい、従業員が勝手に丸してるんじゃねとか、はいはい、分かんないからね丸だけじゃ、はいはい、だから丸付けじゃなくて記述式のアンケートにするっていうのが鉄則、はい、書いてもらうのよ文章を。それ書いてもらえますか？結構面倒くさいと思うんですけど。はいはいはい、面倒っちいよね。面倒くさい、その通りなんだよ、はい、アンケートの最大の敵は何かっていうと面倒くさいなんだよ、はい、面倒くさいが一番敵なんだけど、丸だけだったら簡単だから、あ、ちょっと待ってらで書こうかな、はい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 、丸付けしようかなと思いますけど、はいはいはい、書くとなると思わないよ。アンケートは、はい、丸付けだろうが記述式だろうが面倒っちいからどちらにしろ書かないね、はい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 、それを書いてもらうためにはやっぱ記述式じゃないとダメだし、はい、で記述式になるとさっきモネ言ってたように書いてくれないんじゃないかって言われるんだけど、はいはい、書いてくれるよ。お願いしたら書いてくれるのよ、はい、そのお客さんがそこのお店のファンだったりとか、はい、買ったことのある人だったら絶対書いてくれる、はいはい、うん、で100人に言って、はい、誰一人書いてくれないってなったら、はい、それはもうお店が悪いの、はい、アンケートですら書いてくれないようなサービスをしてるってことになってるから、はい、ちゃんとしたサービスをしてるんだったら、はい、お客さんは絶対書いてくれる 100%、はい、ちなみに、はい、そのアンケートで、そのやっちゃダメなアンケートっていうのは、はい、さっき言った丸付けのアンケートね、はいはい、でもう一個ある、はい、ダメなアンケート、はい、何かっていうとこれはもう日本人が大好きなアンケートなんだけど、はい、大企業が大好きなアンケート、はい、当社の不満点とか改善点などがあれば教えてくださいっていう、不明点とかありますね、はいはいはい、あれは一番ダメなアンケート。
もう丸付けよりもひどい、はい、書いてもらってるのによ、記述式なんだけど、それも、はい、なんでかっていうと、有名な大企業ならそれで OK だね、はい、でも中小企業とか零細企業でそれやると、あの個人攻撃になっちゃうから、はい、だって顔が見えるでしょ。そうですね、担当者の顔が見えるんだよ、はい、そしたらその人の個人攻撃になるから、はい、そんなの書いちゃダメ。大企業がなんでそれするかっていうと、個人の顔が見えないから、看板だけが見えて、はい、中にいてる人が見えないでしょ、はいはいはい、だからあれはいいで、個人攻撃にならないから、はいはい、だけど中小企業になると、その担当者とかの個人攻撃になっちゃうから、はい、そんなの書かれたら、お客さんに書かせたりすると、はい、その担当者辞めちゃうし、はい、長続きしないし、はい、でお客さんもそういうアンケートをこう書くでしょ、はい、ダメな点を、はい、これでもかって書いてくれるのよ、優しいから、はいはい、そうしたら書いていくうちに、だん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 こんなお店で買うんじゃなかったとか、はい、だん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 腹が立ってくるのよ、はい、書くっていうのはそれぐらいパワーが宿っちゃうから、エネルギーがねいるし、パワーが宿っちゃうから、はい、どうせ書くなら、はい、いいところを書く、書いてもらう、はいはい、いろんな会社があるにもかかわらず、はい、なんでうちで買ってくれたんですかとか、はい、実際使ってみてどうでしたかとか、はい、良かった点は何でしたかとか言って、あえていい点を聞いていくのよ、はい、そしたらお客さんはいい点を聞かれてるから、質問来たら絶対答えようとするからね、はい、だからいい点何でしたかって言ったら、お、何だろうな、いいところを探すのよ、はい、それを紙に書くでしょ、はい、そしたら自己暗示かかって、あそこのお店はいい店だってだんだんなるのよ好きになっていくのよ、書けば書くほど、はい、でその書いたアンケートを集めて、はい、でそれを写真に撮ったりとかして、広告に使ったりホームページに使ったりとかするわけよ、はいはい、そしたら、当社はお客さんから感謝の手紙が届くお店ですよとか言って言えれるわけよ、はい、だからアンケートっていうのは基本的にはその会社のいいところ、はい、でそのいいアンケートを回収するでしょ、はい、そしたら担当者どうよ、めちゃくちゃ嬉しいよね、はい、こんなに喜んでくれるんだって言って、また次のエネルギーになるわけ、はい、だからそういう好循環が生まれるっていうのがアンケートだから、はい、アンケートはマーケティングをやるんだったら絶対にやるべき、一番最初に取り組むべきことなのよ、はい、僕も一番最初に取り組んだアンケートで、辻先生はそういうアンケートやって変わりました？変わったね、うん、やる前と、うん、やるのだってやる前っていうと想像しかなかったのよ、はい、きっとお客さんはこういうことに悩んでるんだろうなとか、はい、きっとお客さんはこういう点が喜んでるんだろうなとか、はい、お客さんの声を集めていないから分かんなかったんだけど、はい、いざお客さんの声を実際集めてみると、はい、こういうことで悩んでいたんだとか、はい、こんなことで喜んでくれるんだ、はい、で、あ、僕のうちのこの会社のここに気に入ってくれたんだっていう強みとかも分かるわけよ、はい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 、知りたかった情報が全部分かるから、はい、絶対やった方がいいし、業績上げてる会社っていうのは、はい、みんなアンケート取ってるから、はい、アンケートっていうのは絶対に取った方がよくね、言うんだよね、アンケートって書いてくれないよ、はいはいはい、やりもしないのに決めつけて言ってるんだよ、はい、いいや、やってくれるよと、お客さんがあなたのお店に通い続ける理由っていうのは絶対何かあるはずだと、はいはい、お店側が考える以上の何か違う点で何かいいところがあるはずだと、はい、で大抵のお店はうちにはね、いいところがないんだよとかで言うなよあどこにでもあるお店だからねとか言って、はい、強みとかがわからないんだけど、はい、お客さんはお客さんから見た視点ではここが強みっていうのがあるのよ、はい、だから通ってるのよ、はい、それは、人だったり立地条件だったりとか、まあ、いろいろあるとは思うんだけど、はい、本人からは見えないのよ、はい、だから実際のお客さんに見てもらうっていうのがすごい大事、はい、これがあると広告作りとかにもすごい役に立つ、はい、であるお店は、待合室とかに、はい、そのアンケートをベタ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 って貼ってるんだって、へ、うん、そしたら来るでしょお客さんが、はい、で、あ、少々お待ちくださいって部屋通されるでしょ、はい、でそのアンケートを暇だから見るでしょ、はい、そしたらいいことばっかり書いてあるわけよ、はいはい、おーっつって、ほんで営業マンが来たら座るでしょ、はい、もうここは絶対いいお店だと思って話しかけるわけじゃない、はい、でさらにそのアンケート
の中に自分の知り合いの名前とかが入ってたら、はい、あ、間違いないと思うわけよ、はいはいはい、うん、誰もやったことがない聞いたこともないお店に新たに入っていくよりかは、誰か自分の知り合いの人がここいいお店ですよって言って推薦してくれた方が入りやすいよね、はいはい、そういう意味を含めてアンケートって実名で書いてもらうっていうのももちろん大事、はいはい、実名やめてくれ、匿名でって言われても致し方ないんだけど、はい、できれば名前でお願いします、はい、せめて名字だけでもいいですか、はい、あの彦根市、はい、北川様邸とか、はい、長浜市、はい、斉藤様邸とか、はい、せめて住所、はい、番地まで言わない、はい、丸々市だけでもいいですか、はい、大体 OK って言うから、はい、でお名前も載せてもいいですかって、はい、大体 OK って言うのよ、はいはいはい、NG って言われたらじゃあ名字だけでもいいですかって、はい、お願いしますって言うのよ、はい、大体 OK ってなるから、はいはい、うん、どうしても嫌だっていう人がいたらそれは仕方がないけど、はい、あの大抵の人は OK っていう。で、新規のお客さんがアンケートを見るときに、はい、イニシャルで書かれたやつよりもやっぱり実名で書かれてる方がインパクトがあるし、はいはいはい、うん、あの、あ、本当なんだ。で、記述式だからあの筆記が違うじゃない、お客さんによって、はいはいはい、言ってることやってること、はい、女性が書いてる男性が書いてる、はい、筆記って全然違うから、はい、それを見た時にあ、マジだって思うのよ、はい、お客さん、はい、わ、これマジアンケートや、はい、で見たらわ、いいこと書いてある、はい、こんなに書いてるんだったら、はい、このお店はきっといいはずだって、はい、なるのよ。だから営業でも使えるから、はい、あのアンケートっていうのはもう本当宝の山、はい、トレジャーハンターが狙うあの宝箱みたいな感じだから、はい、だからね、絶対それはやった方がいい。やらんと始まらん、はい、うん、だからあのもし、やってないってお店は今すぐやった方がいいし、はい、やってくんないよなって言って諦めてる人は、はい、その勝手に自分が諦める前に、はい、とにかくやってみろって言いたい、はい、そしたらきっと書いてくれるはずだから。で、あの、うん、アンケートっていうのは、アンケートの最大の敵は面倒、はい、くさいっていうのを知っておくべきっていうのを知っておいた方がいい。実際アンケートって、ね、確かね20人に1人ぐらいしか書いてくれないっていうデータも出てるわけ、はいはいはい、でもあの工夫さえしたら、8人に1人とか6人に1人とか、はい、僕は今もうほとんどもうほぼ 100% に近い。アンケートっていくつぐらい、何項目ぐらい作ればいいんですか。あんまりありすぎてもお客さん面倒くさいって思うし、少なくても。そうだね、7つだね。7つ、質問の内容は7つまで。7つまで。7つ以上あると人はおおって思うのよ、はい、たくさんあるって感じちゃうから、7つまで。7つは他にご意見とかありますかみたいなのも入りますか、まあ、それはやめといた方がいいですか、うん、他にご意見ありますか、はい、あ、そんな抽象的な質問をしたら、はい、あの、あるわけないんだよお客さんからそんなない。その他ご意見って書いてあるので。書くそれ。書かないです、ね、書かないでしょ、そんな面倒くさいこと、はい、特にありませんって書いてしまう、面倒くさいでしょ、はい、だから質問事項は全部こっちで用意する。お、7つ、7つ用意する、はい、7つ以下ね、うん、7つ、最大7つにしたい、はい、うん、で、A4 用紙1枚にした方がいい。はいはいはい。複数あると嫌になる、はい、うんうん、たまにあの Google とかでもアンケートにご協力ください、5分足らずで終わるので5分もかかんのかよとか思っちゃうもんね両面ではなく片面で。片面の方がいい、はい、だって多いって感じちゃうもん。あ、そうですね、うん、複数あってごらんよ、うわーめんどくさーってなるもん、はい、うわーってなるから、うわーってならないように並べて1枚した方がいいし、はい、複数あるやつをお客さんに見せるとかなってくると、これもまたなかなか大変だから、はい、なるべく1枚にした方がいい、はい、そんなに書かないからお客さんに、はい、書かないから、大体1行2行かな3行ぐらい、はい、いっぱい書いてくれる人もいてるよ、はい、実際紙渡して、あの、僕字が下手なんで、はい、あの、パソコンで打っていいですかって言って、はい、パソコンで打ってくれる人もいてるんだよ、うん、どうやってやったんですかそれ、はい、とか、あの、メールで返信してくれる人もいてるのよ、はい、だから、あの、意外とね書いてくれるし、うん、あの、そういうのがあった方がいいから、あの、アンケートっていうのはやった方がいい。だって絶対面倒くさいでしょそんなの、パソコンで打ち直すとか、はい、その場で書きゃいい話をパソコンで打ち直すんだよそれぐらいやってくれるのよお客さんって、
で、その代わりちゃんとこちらも正しいサービスをしてなきゃダメよ、はい、あの手抜き工事でとかぼったくりとか、はい、そんなんはダメよ、絶対書いてくんないから、はい、だからそういうことをやっておくっていうのがすげえ大事だから、はい、でそのこっちが誠心誠意やったサービスの対価としてお返しとしてアンケートって返ってくるものだと思うから、はい、ちゃんとやってたらぜひお願いしますって言ったらアンケート書いてくれるから、はい、うん、やった方がいいっていうかやるべき、うん、カリスママーケッターの神田正則さんも同じこと言ってる、はい、アンケートは好循環の始まるきっかけですよと、はい、呼吸と一緒だと、はい、呼吸をしないと死んでしまうのと同じように、はい、アンケートを取るっていうのは呼吸をするのと同じことだから、はい、やった方がいいですよって、やった方がいいというか やれみたいな感じなんだけど、はい、僕もそう思う、やれって、なんでやらないのって、うん、だってやらなかったら空想でしょ、妄想でやるわけでしょ、はい、お客さんの本当の思いと自分の妄想が離れてたら、はい、絶対にお客さんは反応しないから、はい、だからこうなるべくこう近づけて、はい、こうなったらあかんけど、はい、こうなるようにこうなっていくように、はい、するためにやっぱお客さんの生の声っていうのを聞く必要があるし、はい、で聞くだけじゃなくてね、はい、紙に書いて残しておくっていうのは、はい、後々いろんな面で使えるからやった方がいいですよって感じですね。ありがとうございました。